大将、いつものね。いつもの。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、天ざる。どれ揚げ餅出まーす。アハンさん、ぶっかけ野菜天盛り天ぷらお願いします。はい、言っといてあげて、心配してやるか。エーライビセン出まーす。お願いします。どこよりも美味しいと思います愛媛の今治にあったんです、おじいちゃんの店が。おじいちゃんのとこ修行行って、京都で出したっていう感じですかね。もう4年ぐらいになるんですかね、今日僕が京都でやり始めて。ひいおじいちゃんから始まってるんで、ひいおじいちゃん、おじいちゃん、イコトンで僕です。今治うどんって他のなんかうどんと何が違うんですか？さぬきに比べたら柔らかいですね。柔らかい中にもコシがあるような。
でかい鍋使ってます。みんななんかでかいって喜んでくれるからどんどんでかなっていきました。あ、これ煮干しです。いりこですね。はい、いりこです。これが本郷節ですね。メジカ、イワシ、サバ、ウルメとかですね。うどん好きやったんで、おじいちゃんの店なくなるのも寂しいですし、漠然となんかしたいなとは思ってたんで、飲食店、まあ、それやったらつながりのあるうどんかなっていう、僕がついたことを喜んでくれたんで、まあ、それが良かったです。これ今治から取り寄せてるんです。はい、おじいちゃんが撮ってたとことを一緒のところからわざわざ撮ってます。おでん用の二番だし、これも大きいってみんなが喜んでくれたから、うちになんかどん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 でかなっていきました。
私はもう定番でこれです。鶏卵エビ天。京都ってあんかけ文化じゃないですか。この鶏卵のこうまったりとしたとろっとした感じと、あと生姜がたっぷり入っていて、でエビ天がすごく大きいんですよ。プリプリなんですね。で揚げたてですし、めちゃくちゃ美味しくて、どこよりも美味しいと思います。肉きつねでまーす。お待たせいたしました、肉きつねです。そもそもビール捨てんのかせんの、ビール来てますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかった。
はい。おはい、鶏天ぶっかけです。いらっしゃいませ、こんにちは。どうぞ、簡単な席どうぞ。はい、いらっしゃい。はい、肉と鶏天。はい。はい、肉と鶏天出ます。すいません、お待たせしました。1番さん、鶏天ぶっかけオンお願いします。少なくとも月1回で多かったら週に2回とか来ますから。みぞれ揚げ餅うどんっていうメニューがあって、ドロドロしてるのですごい体が温まるんですよね。お鍋の季節みたいなテンションでここのうどんを食べによく来ます。はい、かしこまりました。
テイクアウトいける。お持ち帰りです。2番さんですかね。はい、みどれです。はい、お願いします。ありがとうございます。今天ぷら盛り合わせにやってる。いつもどこにいる。Thank you.
みぞれ煮入り。はい。みぞれもち麺、少ない麺、エビトッピングです。お盆なしでいいです。天盛り。お待たせしました。はい、どうぞ。こちらで天ぷらの盛り合わせ。天ぷら盛り合わせテイクアウトお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。天ざる出ます。天ざるとおにぎり。天ざるとおにぎりお待たせしました。お待たせいたしました。わさび多めでどうぞ。お待たせしました。肉カレーとご飯出ます。はい、シャワでございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。
天ぷら盛り合わせ上がりました。一番さんやな。今のまた行きます。また天ぷらの盛り合わせです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。採点盛りが1つで、エビ券2つ。6番さん、ザルに1つ台、野菜天盛り、エビ券トッピング2お願いします。はい、ありがとうございます。おはようございます。ザルの大盛りですね。はい、どうぞ。お待たせしました。はい、ではエビガニの大盛りです。はい、はい、野菜天盛り合わせになります。はい、どうぞ。トロ玉の台です。はい、どうぞ。あ、ごめん、トロ玉の台。はい、どうぞ。シンディは、シンディだけど強い。それもあるけど弱い。はい、いらっしゃいませってください。テーラーエビデンのみぞれもいける。キツネ出ます。はい、ありがとうございます。失礼いたします。キツネでございます。はい、どうぞ。鶏卵エビ天出ます。
きます。はい、テーブル1番さん、はい、ございます。はい、お待たせいたしました。鶏卵エビ天でございます。はい、どうぞ。はい、みぞれです。はい、お願いします。お待たせいたしました。みぞれあげもちでございます。どうぞ。お待たせいたしました。鶏天ぶっかけ出まカレー行ってください。
といてあげて、心配してやるか。よいしょ、ありがとうございます。気をつけてね。ありがとう。大阪神戸京都 3つのブロック、ここが発祥の地や。今もう更地になってる。もう田舎から出てきてね。でこの力から取って力持ちにした。これを15分蒸したやつを水をかける。さらに10分蒸してそれで蒸し上がりね。
暑いうちが勝負なんや。逆に夏場はもう暑いからね、ちょっと冷ましてからせないとね、ひっついちゃうんや、手に。力持ち上やから、だいたい餅がね、今メインやからね。個人の店やからね、あの組合はあるけども、だから仕入れ先も違うや、味付けも全然違ってくるからね。うん、だから餅はもう午前中に終わってしまう。で大正15年、あと5、6年で約100年かな。だからそれまでは頑張れて、もう100年過ぎたらもう、もう僕ももう後継ぎはいないしね。うん、僕の代で多分終わりは思うからね。うん、前もって書いたこれが通話のおはぎ。あんまり砂糖容器入れちゃうとその味がわからんようになるよね。だからうちはちょっと甘さを控えめにして、うん、だから砂糖容器入れると防腐効果もあるからね。扇風機で冷ました。今度上が乾いちゃうからね、自然に冷ましてるんですね。そばつけとかなきゃ、あんまり昆布入れるとぬるっとなっちゃうからね。ここが朝から今の店よね。でここが親父がやってた港があってね。こうする前にここを引き上げないとね、ダメ。
さっきのがこれ1番だしでね、こっちが2番だしってね。カツオはね、あの動物園の餌近くあるからね。アクを抜くね、これアクを取らないと。で、あとは取るだけ。競争がありますけどね。バイデン大統領は同盟国やユーフルートタケスタの自助弁アサッカキットのチーラが公開されました。今出てますので持ってきます。ありがとうございます、はい。カレー用のね、あの揚げカレーとかいう、揚げカレー、肉カレーって、その刻みの揚げ。先生、おじいちゃんがね、あの残してくれたから。これで油抜きしてね、かしわ切って。それからや。ハリセンボンがあったけどね、ハリセンボンがもう、11月の19日なくなっちゃった。全然12時半ぐらいまで来ない時もあるし、逆に3時ぐらいから入ってくる時もあるしね。クリスマス終わったぐらいはパラッと来る場合もあるかもわからんけども。下ごしらえかな。下処理が大変だな、これ。あんまりごちゃごちゃ入れすぎてもな、味がもうわからないなってますからな。あんまそれはしたくないよな。これが一番手間かかるな。都の城から取り寄せとんね。
取ったやつをこしてね、じゃあちょっと濃いめに作ってるよ。それはあとお湯ではね割って出すから。揚げといて、それで冷ましてこれまた冷凍にするよ、するわけ。冷蔵庫入れてもいいですけど。Thank you.
みつみつと、はい、これでね、はい、借金のキャッシュに持ちかけてもあればと戻ってくるかもしれないんです。ご存知でしたか。はい、すみません、600円、あ、どうぞですね。はい、すみません、ね、ありがとうございます。皆さんちょうど1000円です。はい、置いてみます。ちょうど1000円、あそこ領収置いてます。はい。よ。よいしょ。まあ、無理せんようにね。気をつけてね。ありがとう。すいません。気をつけてね。全部一人でせなあかんからな。もう、まあ、みんな一人でやったとこ多いけどな。うわ。もう目いっぱいやるけど。目いっぱいやるなし。3日間。3日間やし。4日間。5か6。5か6。ごめんね、いつも。いらっしゃいませ。中華。中華あんかけいうのがあるよ。まず、とろっとしてるやつだよね。その丼は丼出しだけやけど、カレー丼の場合はね、あんまりしたら味が濃くなるから。昔はこれやったんやな、多分な、揚げは。それでやっぱり、ここが緩んできたりね、するから。こっちの方が丈夫、丈夫。はい、どうも。
あ、はい、どうもね、ありがとうございます。すみません、ありがとう。600円ですね、すみません、ありがとう。はい、いらっしゃいませ。かやくそば。はい。よいしょ、よいしょ。カレーの大盛りの大盛りやん。みんな完食や。残したら俺ほとんど。ちなみに、はい、よいしょ。やっぱりあの普通のガクレコマンの方が綺麗ですね。
いきます去年亡くなりました。ちょうど緊急事態の時に心筋梗塞でというか、毎日やっとることやっぱやらんとね、体調崩してというか、なんかペース崩して81です。81。おばあちゃんがずっとやってたんで、ソースの合わせ方とかはおばあさんがやっとった通りにやりました。私が小学校1年生の時からずっといらっしゃるパートさんで、先代のおばあちゃんとずっと一緒にやってくれてたのはもうほんまにとても来年50年くらいになる。まで一番やったんですよ。90そんなもん。うん。100件足らずらしいで。もうやっぱ震災後もう早かった。震災後にもう一番奥の市場がもう潰れてしまったから。これ全部震災でもうそのままで。もう今ホルモン屋さんとうちとここだけ独占。中畑さんっていうホルモン屋さん、これももうめちゃめちゃ有名なお店で、貴重な。55年、私が25からし、80。もう真面目にポツポツと。これ一つ。これがホルモンです。これが心臓で、これがレバーで、一応うちはこれだけ。
まあ、子供さんは亡くなったら亡くなったでまたコンビニなり買い物するやると思うんやけども、子供もの見守りも兼ねてコンビニではできないようなところをカバーしながら、うん、商売しているような感じです。でもこんだけ一番何百件あった中で2つとも神社のこの土地やから、うちも残ってるしホルモン屋さんも残ってるっていうのはだからパワーあるんちゃうかなと。そうそう、隣近所って言っても私もちっちゃい時からのみんな育ててもらった人らばっかりやから、すごい頼りにしてます。あ、こうちゃんどうぞ。ありがとうフランスで油を流して。筋も焼いとく？はい、はい、焼いときます。寒かった、一日会えんかった。
え？ブリューブリューブリューだ。鉄は変わろうとまあ、迷いやっちゃう。お邪魔。すいません、中瓶もください。あ、それキリンか。キリンで、キリンで、ありがとう。ちゃんぽん卵、はい、トンペ、ちゃんぽんそば薄切りです。
かります。私は最後の締めなんです。いらっしゃい。大蘭とそばと豚玉が2つ。はい。カツオとか青のりどうしましょう。あ、青のりいらない。かけといて。あってもいいです、それも。カツオだけで紅生姜。セミが書いてないのに入ってるんですよ。初めてなんか食べた時にエビが入ってたんで嬉しかったです。メニューないもんね。
きでいきます。はい、もうかける？おばあさんがもともとやり始めた店なので、戦後すぐに戦争行って帰ってきてないから、子供3人食べさせに始めた店がここです。で、その光の由来も おじいさんの名前がテルオさんっていう、そのおじいさんが帰ってくるように光を取って光。ありがとう。いや、いつも元気で明るい人やからね。そう、美味しく食べさせてもらってます。焼きの卵入り、肉玉、筋玉、玉のり、そう、あと筋そば、はい、わかります森巻と
ちゃんぽんも必要ですよね。お好み焼きと海苔の味とか食感変わるよ。変わりますね。柔らかい海苔の風味がなかなかうまいし、うまい。何年ぐらいの10年もっと15年ぐらい。今食べてるスジのオムレツとか、あとシソ焼き、薄焼きみたいなのにシソ入れてもらって、シソ焼き2人がこの辺に出張で来るんで、じゃあ近くにうまい店あるから行くぞと。鬼巻きはめっちゃうまかったんですよ。行きますね、ここは。まあ、ほんまにまた来たいですね。あの雰囲気を保ったまま頑張ってもらいたいですね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい。
もやった。おばあちゃんに聞いた話は、おばあさん20代子育てしながら店やったので、戦後物のない時代やけど海が近いから豚屋さんとかも言い張って、ほんで海苔をもらってたって言ってた。で最初上にお好みの上に乗せたりして食べよったけど、それを巻くようになって、で巻いたまま最初は出してお客さんが切ってくれよったけど、切った方があれやで切るようになって、で昔はそんなに今みたいに海苔巻き海苔巻きって出えへんかったけど、最近よう出ます。お箸でも手でつまんでもいける。海苔巻きだけはなんかお好みで持って帰るより海苔に巻いて持って帰った方が美味しい気がする。これは私だけかもしれない。はい、立本さんどうぞ。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。うちのおばあさんの家に10代の時に下宿してた時からの70年前。育ててもらった人らばっかりやから頼りにして。
山口さん、卵かけをお願いします。2つお願いしますね。じゃあその場所に行かせてもらって最後のお別れしようって、そこでもあのおばあちゃんの昔話が、あのおばあちゃんのことについてこんなことあったよねとか、あのなんかた楽しい会話になってるんですね。修行してやったのはお前が初めてやって、お前が一番弟子やって言ってくれたんですよ。3月10日にお亡くなりになられました。おばあちゃんはたくさんの教えを僕にくれました。幸せなうどん屋さんの作り方いっぱい教えてくれました。どんなうどんって、美味しくて楽しくて笑顔になれる、幸せ感じる、そんなうどんです。ありがとうございます。素敵です。今日も忙しそうです。鶏天です。大体どのくらいの鶏肉仕込むんですか？12キロぐらい。もうちょっと置いときます。2回練りますね。だいたい150食、平日でだいたいそれぐらいです。土日になると300。粉はブレンドですね。2種類をブレンドさせてもらってます。半から2時間ぐらい熟成してから取り出してで踏んでいくっていう作業をするんですけど、後から鰹節を入れます。
うどんかりんとうになります。きび砂糖をまぶして結構名物です。これ午前中で売れちゃうか、すごい人気なんですよ。卵とろろぶっかけに大エビ天ぷらにかやくご飯です。大人気です。かけだしです。が少し濃いめのぶっかけだしです。うどんの美味しさの秘密は何ですかっておばあちゃんに聞いたときに、うどんの美味しさの秘密はな、楽しく作って楽しく食べる雰囲気やって言うんですね。これもおばあちゃんの一つの教えで、それを本当に人に伝えたいっていうことで、うどん修行体験っていうのをやってます。もう今160回ぐらい行ってるんですね。まず2000人から3000人ぐらいの人が僕のお弟子さんになったっていうのがあるんですね。でそんな人たちにもね、見てもらえるような
見てもらいたいなと思ったり、また思い出してもらえるようなことになればなと思ってます。その人たちにも届くといいなって思ってますね。はい。あの食材を作ってくださってる農家さんです。ていうかお隣さんです。つきたてやね。そうですそうです。取れたての分け木もらいました。そうですか。取れたて自然薯、これもあのガイナで置くために作ってくださってます。地元の畑で取れた自然薯です。またよかったら。美味しいです。おはようございます。おはようございます。ポカポと一個一位じゃな。一位。畑ですか。畑。あ、店長さん。うん、そう。はい。勝手に J ファームとかって名付けて、で先を米持ってきてくれた人が師匠で教わってるんです。ネギがないとかってなったら。J ファーム取ってきますとかって言って、ここみんなチョキチョキって切りに行って取れたてのネギ出してます。葛西のええところってどんなところだったりしますか？葛西自体が穏やかというか、町自体がなんかのんびりしてるのかなっていう。ただいまから朝礼を始めます。社会の役立ちと考えて価値のある仕事をしていきます。ハキハキとした元気な声。ハキハキとした元気な声。ニコニコと明るい笑顔。ニコニコと明るい笑顔。頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。よし、頑張るぞ。お願いします。修行最後の日にして、仕事営業終わった時におばあちゃんに教えてもらったうどんを地元でうどん屋しますと。で、ガイナ製麺所のキャラクターのモデルになってほしいって言ってこれを作りました。ここがなかった頃にやるって決めて書いたものです。そこから3ヶ月後にこれを作ってガイナ製麺所オープンになったっていうことですね。たくさん修行中に言葉をいただいて、そしてこれ大事にするとともにこれの難しさにぶち当たりながらやってます。はい。おばあちゃんいつもうどん詰めながらね、ブツ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 言ってるんですよ。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれって言ってるんですよ。思いをうどんに伝えていく、お客さんの笑顔を作るんだって、食べてもらう人の笑顔を作るんだってやってました。こんな可愛らしい団子になるんですよ。これでポンポンっていつも叩いてました。ポンポンって、大事なうどんなんですね。美味しくなるんだよって、この時に均等になるように、たくさんの量になりますんで。押しながら伸ばしていく、すかし打ちっていうんですよね。修行最後終わるときにおばあちゃんがこれを捨てたるわって教えてくれたのが、うどんはうまくなったらこの幅でうどんが打てるっていうんですよ。どういうことかって言ったらこういうことなんですよ。この幅でこれ綿棒を回しながら手で揉んで下に叩きつけながらトン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 って打ちっていくんですよ。これだと均等にして団子がこんなに大きくなりました。切るのがまた、重みをかけすぎず粉を一本一本にまぶす、愛しい人の髪を溶かすようなそんな風です。うどんをさばくっていうんですけど、
ところ行って一本一本に粉つけてさっとこんな感じで置く。さっとさっと手触り歯触り力加減これはなかなか出されへん。まあ、よく沸いたところにやっぱ入れる。うどんはこうフォークしながらパラパラパラと薄人と人とはくっついてもいいけどうどんはくっついちゃいかん。で泳がせる。そして麺はゆらゆら踊るように動きます。いっぱいの釜玉うどんから始まりました。それからそれから今これだけなってるんですね。いっぱいいろんなことをもうできひんかったけども今こうやってメニューも増えてやれることも増えてやりながら学びました。うどんをね目で見て匂いで感じてみる。で一番の異常体っていうのが出てくる。もう少しあと30秒だよって表面がふわっとしてきたらかまたまの時間だからねって言ってます。10年付き合ってきたら聞こえてきだしました。これがね50年やり続けるとどうなんねんって話じゃないですか。何が次見えてくんねん聞こえてくんねん話しかけてくんねんって話じゃないですか。それが楽しみなんですよ。程よく芯を残した状態を見極める。そして丼に入れる丼にすくい上げる。一番いい状態ですくい上げる。そしてこのうどんの美味しさを感動して僕はこれを地元から広げたいと思ってうどん屋になることを決めました。これで笑顔になる人幸せになる人を作るんだって決めました。お湯切ります。釜から揚げたてを丼にそのまま入れるものを釜揚げと言います。一本一本が色合い端の触り心地全てを吟味してここに今着丼卵にちょうどいい具合の熱を通したい。半分割りますね。そしてここに流し込む。トロンと流し込む。そして程よく表面に熱を加える。そしてネギを乗せる。ネギ。ここから始まった意外なうどん屋ストーリー釜玉です。いっぱいの釜玉から始まりました。これをお届けします。どうぞ。これをどうぞ。濃いですね。釜玉の出汁を入れます。 2,3 周これぐらい混ぜる、ね、そこにねよくね醤油がたまるんですよ。ここにですねお好みで生姜混ぜて食べてください。どうぞ。じゃあ、お願いします。釜玉ぶっかけ大丈夫。お待たせしました。番号札25番でお待ちのお客様。浜玉の代理は、はい、かけの代理です。よかったら入り口のところに生姜と天かすあるんでトッピングしてください。ごゆっくりどうぞ。
よく来られます？週に2回ぐらいか。多かったら3回やな。これはうまいわ、ほんまに。おいしい。お願いします。はい、釜揚げ大です。はい、お願いします。はい、番号札30番でお待ちのお客様、はい、お願いします。そのうどん自体が好きなんで、釜揚げとかぶっかけとかあまり乗ってないやつが好き。釜揚げですね。はい、
これうどんをかけてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、はい、どうぞ。ありがとう。お疲れ様です。よかったらね、後ろに生姜天かすあるんで確認してください。ごゆっくりどうぞ。学校楽しみやな。お願いします。はい、かけうどんです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、それじゃあ冷やいきます。何の気持ちください。はい、お願いします。はい、はい、2からいきます。はい、じゃあ丸いだね。はい、はい、いきます。マキさん、ガイナモリがオール2入ってます。ガイナ定食。僕はガイナの肉うどん、かけうどんの特盛り。特盛り。三玉ですね。三玉。卵かけ専用のお醤油です。はい、これはガイナーセットですね。これにコーヒーがついてくるんですけど、卵かけご飯にぴったりです。子供から大人までみんな喜ばれます。はい、お待たせしました。かけうどんの特大かけトップいきます。2個はまたですね。はい、お願いします。いや、初めてちょチャレンジします。いただきます。ずるっといけそう。うまいですね。
と。お待たせしました。番号札45番。はい、ナモリ2です。はい。ダイナモリ2入ってます。さっき焼いちゃっていい。これ柔らかい。たまたま 2,3 分後です。はい、意外な店舗だね。まあ休憩して2時間半だからな。近くに用事はないけど、まあ食べに行こうか言ってくるんだよね。高間トップ行きますね。
食です。田舎台行きますね。私四国なんですね。あのこコシのあるうどんが好きなんで。ただの味って感じ。あ、そうですね。おうどんがね。どれぐらいかかりました？30分弱かな。ちなみに何を頼まれましたか？釜玉です私も釜玉です。 A セットですね。かやくご飯も美味しいので、はい、おすすめです。おすすめです。おしこ揚げたて熱いので気をつけてください。はい、どうぞ。ペーパーオイルでいいよ。はい、です。あの、ごめんないと、どれが覚えられるか。
はい、お席へ設定します。とろろ釜玉です。はい、だし醤油かけて召し上がってください。本当だね、これ、はい、あ、本当です。それで以上です。はい、こちらね、このお醤油を 2,3 周おかけくださいね。ごゆっくりどうぞ。中にね、あの天かすのとこあるんで、はい、ありがとうございます。はい、ごゆっくりどうぞ。え、私食べない、綺麗やで。魚介子ご飯もすごい優しいね、味が。すいません、ありがとうございます。こんな田舎で本場の味が食べれるのは最高です。みんなから教えてもらってできるようになったんですか。1年半か2年ぐらいはだいぶ時間かかりました。回転ダブルです。回転ダブルです。お待たせしました、バター釜玉です。このお醤油を 2,3 周 1,2,3 ぐらいな感じでおかけください。
待たせしました。はい、つるつるです。あ、もう説明と説明常連さんです。いやー、食べてます。美味しかったね。ね、ありがとう、返してくれた。ありがとう。ガイナでは2歳までの子供にね、地が来たうどんを食べやすくして食べしてお出ししてます。これここでもううどん好きのね子供たちたくさん。なってくれたら嬉しいなと思って、小さい時から子供にうどんに親しんでもらえるようにサービスで出させてもらってます。ルイばあちゃんがうち泊まりに来たんですよ、修行中にね。おばあちゃんの教えでここでうどんやれって指さしたのがガレージだったんですよ。でうどんやってるうちに人がたくさん人が来てくれて、ここでやったのすごいなとか言うて、でもたまたまこれがあってからやれた地元で嫌いやったはずの場所なんですけど、そうやってうどんやり始めてから大好きになったんですよ。もうすっごいこんなうどんが美味しく食べれる雰囲気ってすごいなってなって、この土、田んぼ、畑、近所の人ありがとう、いつもありがとうございます。その僕の師匠であるウビバちゃんがガイナバーちゃんって呼ばれてました。ガイナの意味は香川県の方言で、しつくてすごくてとんでもない、そんな意味があります。その言葉、香川の方言をいただいてガイナ製麺所って名付けました。何歳の時に？23です。 23です。二十歳前後でテレビ出たら、この真ん中に行列ができるお店っていうのがやってたんですよ。それ何かって見てたらうどん屋やったんですよ。俺なれるわって思ったんですね。これはできるんちゃうかなって思って、そこから2年経って22ぐらいの時に香川県行って、で食べ歩いて一番美味しくて、じゃあもうここしかないなって決めたところが池上製麺所。家柄もない、才能もない、お金もない、お前はうどん屋やれって言うんですよ。それがなんかね、すごい嬉しかった。僕にもやれるものが見つかった。もう負けたらあかんって、それ幸せなうどん屋になるんだっていうことを決めてたんで、そのためにやってきて乗り越えてきたけども、めちゃめちゃそういうことがね、なんかね、愛しいんですよね。あの時の自分が頑張ったことを、負けたらあかんって続けれたことを、なんかそれを成長させてもらったな。だからどんなことでも結構今楽しめてる、幸せやなと思うことがほんまに多くなってる、うん、人生そのものが本当宝物になってる、うん。